おはようございます。今日は観光に素晴らしいいい天気ですね。本当に良かった。今日は8月の3日、土曜日ですね、ここは JR 北海道宗谷本線のピップ駅、旭川市の北方にピップ町というのがありまして、そこに300円で、ね、駅前に泊まれるところがあるんですが、そこはまあ皆さんもご紹介ご覧にいただきましたかな、それを出発して、本日の行程を皆さんにご覧に入れます。これから旭川まで向かいます。昨日旭川も見ましたので素通りします。乗り換えてさらに南、JR 北海道富良野線で、途中美瑛町にある、美馬牛色彩の丘、お花畑が綺麗なところ、それから富良野市の、富良野市かな、ファーム富田、それからですね、またさらに、富良野へ行った後列車を乗り換えて今度は北側へ移動。もともと北海道はおろか日本の高度成長を支えた石炭産業、石炭の採れた町赤平、そして最終的には、滝川岩見沢と乗り換えて札幌にある友達の家に泊めてもらうという行程になっています。本日も北海道内の行程よろしくお願いします。ピップ駅はそれなりに絵になる駅で、国鉄時代にはコマーシャルに使われ全国からお客さんが押し寄せたこともあるのだそうです。朝ごはんは昨晩のうちに消費期限を切らした半額の、筑前煮、それから焼き鳥です。いや、よく考えたら朝から食べるようなものではなかったんですが、まあでも、大丈夫だな。ホームは歩いて渡るのが普通です。この美馬牛、美しい馬牛と書きます。まあ、実際にそういうのはいっぱいいますけれども、ここは北海道美瑛町丘の町と呼ばれるところです。その丘の町美瑛はちょっと開けたところに行けばすぐに絶景が楽しめるお手軽な観光地であり、またどういったところでもこのような景色が楽しめる、つまりお金もかかりません。一つお隣の美瑛駅が最も主要な駅で、そこではレンタサイクルなどを借りることができます。またこちらの美馬牛駅から歩いて回るという方法もかなりおすすめです。どちらもお金はかかりません。ちょっと歩きますけれど、いいハイキングです。素晴らしい丘はいっぱいあるんですけど、お金はかからないんですね。いい観光地。これ、緑茶がですね、昨日48円で買ったやつですが、このように歩きますので、本当だったらもっと大きいのね、2リットルぐらいのやつを買ってカバンに詰めたかったんですが、それやりますと歩くのに結構ね、苦労しますから、この小さいやつにしておきました。これ今ただ目的地までの道中を歩いてるだけなんですけど、素晴らしいですよね。この先にあります色彩の丘というところを目指しています。高校の時にも2回ほど来たことがあります。最初に来た時道を間違えまして逆方向に行ったんですが、点で逆の方向に行ってですね、道を間違えたんですけど、それはそれで、適当に間違えた道を歩いてるだけでも絶景だったのを覚えていて、それで美瑛というのは本当に素晴らしいところなんだなと実感したものです。 Windows XP 的な風景、それを手軽に楽しむことができます。Windows で使っている風景は日本のものではありませんが、この美瑛では、タバコマイルドセブンとかね、他にもなんかいろいろドラマの撮影、コマーシャルの撮影、自殺はやめようのポスターとか、そういったもので数多く使われております。また美瑛町には、マイクロソフトではなく、Apple 社の方で壁紙に使われた青い池、それがあることでも知られていて、ちょうど今の時期などうまく見頃になっているんじゃないかと思います。中国人の一団がみんな自転車で大行進しています。狙った恋の落とし方っていう映画が中国で大流行りしてから、北海道ではもう中国人観光客がものすごい増加。それはロケ地がね、北海道だったかららしいんですけども、そういうわけで特にこの美瑛とか、まあ札幌でも、それからまああっちの方でもね、函館でも、まあどこでも中国人の方がもういっぱいおられます。だからね、あちこちの注意書きも日本語より中国語の方が大きく書いてあったりするんですね。こういう景色は中国の方が得意なのではないかと思うんですが、そんなことはないでしょうか。私は上海しか行ったことがありません。まあまあ大きな飛行機、日本航空が今この辺り旭川空港に着陸するところ。さっきの確認したら着陸便ではなく飛んでいく便だったようですけれど、まあ景色がいいからそのようなどっちでもいいですね。着きました。美瑛駅じゃなかった、美馬牛駅から歩いて30分、色彩の丘。ここまで絶景続きでしたので、だいたいね、30分歩きましたけど、実質所要時間は15分ぐらいかな。ここは全国的に有名なお花畑ですが、すごいですよ。坂の向こうは絵はがきで見た世界がそこにある、まさにそういったイメージでいいと思いますが、すごいですよねこれ。
ここね、入園料はいくらかというと無料です。無料なんですよ。200円の協力金、もし感動された方はお支払いください。だいたい200円ぐらいいただけますか、そういうふうなことが書いてありますが、特に入場料とは設定されていません。ここはすべての花を一度に咲かせるというやり方は取っておらず、広い丘のさまざまな部分をパッチワークのように使い分けて、今の時期はここが咲く、今の時期はここが咲く、そして冬の時期は、ここまたウィンタースポーツというかな、スキーではないんですけれども、そういったものを楽しむ場所として使う、1年を通して楽しめるということで、四季の彩り、四季彩の丘、そのような呼ばれ方をしているようです。五色の花壇の裏はひまわり畑、これもまた立派なもんです。北海道には結構ひまわり畑で有名なところがありますが、ここは相当規模が大きいな。これ全部管理するのは相当の手間だと思うんですが、全部私費で運営されている協力金とか、それから多分お土産の運営の、販売のお金とかね、そういうのでやられてるんでしょう。ひまわりってのはもともと食べ物とかに使ってるんですよね。アメリカとかでね、ひまわりの種をこうもぐもぐポテトチップス感覚で食べるっていうのはあるみたいですけども、あとは、菜種油みたいな感じで食用油だと思いますけどね、バイオエタノールみたいなのに使うこともあるのかな。多分ここで作ったひまわりもただこうやって見るだけじゃもったいないですから、ここにこうなったね、ひまわりの花、それを最後種にして、収穫するところまで行くんじゃないかなと思います。こっちのお花さんたちは多分そういうことは特にしないんでしょうね。素晴らしい、見応えあるところでしたので、協力金は惜しみなくお支払いしたいと思います。帰るにあたって昨日名寄で買ったお茶がなくなったのでもう1本買いました、ボルビック。本当はね、やっぱり2リットルのやつを買った方が良かったんですけど、重い以外にもう一つ理由があってですね、北海道でお腹壊すと大変なことになります。昨日の例えばぬかなん駅でお腹壊したらトイレはありませんし、このビバウシ駅までのね、帰りの道中約30分もまたトイレはありません。その道中でお腹壊すなんてもう地獄でしかありませんしね。ビバウシ駅にはトイレはあるんですが、そこも汲み取り便所だったはずですよ。2リットルとかのやつ口つけてそのまんま持ち運んでるとどうしても雑菌が繁殖しますんでね、お腹とかに良くないんじゃないかなと思い、あまりそういうことはやっていないのです。これは特急用の車両を使っています。でもこの列車は特急じゃなくてただの快速列車だから、お金を払わずに乗ることができます。昔は宗谷本線の特急サロベツとして使われていた車両、コンセントまでついています。足元も広々快適です。そしてまた青春18切符は合計で5日間ですが、これは7日間使うことができます。1日あたりは1550円、青春18切符は2370円ですから820円かな、それぐらい安くなるわけです。そして特急列車などに乗れないのは同様、ただし今お話ししたように、このフラノビエ号は特急ではありません。特急用の車両を使っていますが普通列車なのでお金はかかりません。また青春18切符は、9月10日までの期間、任意の5日間選んで好きなように使うことができるんですが、それに対してこれは連続する7日間有効、好きな時を選んで、その日付を分けるという使い方はできません。また青春18切符は例えば2回分2日分の権利を2人で1日同時に使うとか、そういったやり方もできるんですが、この北海道東日本パスは完全に1人用でも、私はこれからずっと少なくとも8月9日までは北海道東日本エリアをずっと滞在する予定ですので、この切符の方が1日あたりの価格が安く、かなり助けられるわけです。座席も倒すことができます。左前方少し霞んでいますけれど、見える山は十勝岳です。あの辺りには非常にいい温泉がたくさん湧きます。私も前に行ったことがあります、吹上温泉というところですが、宮沢理恵さんだったかな、北の国からかなんかで入って大変有名になった無料の温泉です。次の上富良野駅からバスで500円のところにあります。
今通過した西中駅の次は本来中富良野駅なんですが、この列車は臨時に設置されたラベンダー畑という駅に停まります。ラベンダー畑駅は JR 北海道が運行する観光用の臨時列車しか停車をせず、また夏の時期にしか姿を現さないという変わった駅です。この辺りの名称ファームとみたいなアクセスに非常に便利ですが、利用する機会はあまりありません。こんな感じで鉄パイプと板で作られて、時期以外には設置をされない面白い駅です。ところがですね、残念ながら景色は皆さん色彩のおかげで楽しんでいただいたので、私も楽しみましたので、まあ十分かなと思うんですが、もうあのようにですね、ラベンダーはほとんどなくなっております。まあちょっとはまだあるらしいんですが、向こうにですね、中富良野町、そうそう、私さっきね、ここ富良野市って言いましたけど違います、中富良野町、その町営のラベンダー畑も向こうにあるんですが、それもまた終わっております。8月の上旬ですと少し遅いぐらいです。あそこの奥に咲いている薄紫の花、あれがラベンダーです。まだちゃんと咲いています。見頃が終わるともうすぐに刈り取ってしまうそうなんですね。多分このラベンダーを何かに使うからでしょう。ここで取れたラベンダーを加工して製品にして売っています。それがここの主な売り上げだと思われます。この手前側の紫の、これはラベンダーだと思う人が多いようですけど、この鮮やかな紫はこれはラベンダーではなかったはずです。ちょうど足元に書いてあったサルビアと書いてあります。東海汽船のサルビア丸、いろんな色がありますけどね、こういう色のサルビアもあります。ファーム富田に来たら必ず食べるべきなもの、これです。ラベンダーソフトクリーム、本当にね、いい香りがしますが、暑くてもうすでに溶け始めています。もう急いで食べてこんな見た目になってしまいましたが、観光地に行くと大体ソフトクリームってのは売ってますけど、そこでも、そんなに、ね、ものすごい腸がつくほど美味しいってのはなかなかないんですが、これはもうそのとびきり美味しいものだと思っていいと思います。一口目に食べた時、何とも言えない脳に突き刺さるような爽やかさ、それに味わうことができまして、これ普通に全国でもう標準で販売してくれていいソフトクリームだよなと思うんですが、ここ以外でこんな美味しいものを食べることはもう滅多にありません。ファーム富田の花畑も十分立派なんですが、ただ色彩の丘にさっき往復1時間もかけて行きましたんで、そうするとこの花畑もう見なくてもいいかなって気もするんですけど、やっぱりこれを食べたいと、そう思ってですね、このアイスクリーム、ソフトクリームを目的として今回は訪れました。名物なんですが値段もそんなに高くありません。これ一つで300円、コーンだと300円でカップだと250円です。だからケチってカップにしようかとも考えましたが、これは、ね、美味しい、本当になかなかこんな美味しいソフトクリーム食べられませんので、ケチらずにラベンダーの香りを十分楽しめるよう、ちょうど、ね、爽やかな感じの香りのするラベンダーと対極の味、このコーンをつけて、香りをですね、飽きずに楽しみ続けることにしたわけです。こちらがトラディショナルラベンダー畑といいまして、もうこのようにですね、時期は終わっております。7月中ぐらいが見頃らしいんですが、奥の方はでもまだ残ってますね。この畑の上の方へ登っていくことはできませんが、ズームをしてみればまだ何やら残っているのが見えます。またラベンダーをちょうどあそこに積んでいるところ、もともと見物用として作っていたというよりは、普通に農家、ラベンダー農家としてやっていたはずでして、ここでですね、取れたラベンダーを化粧品として出荷するということをずっと繰り返していたはずです。ラベンダーの香料としての、栽培、出荷、それから加工として販売する、そういったもともとの事業の他にも観光の需要も大変大きくなって、今では北海道を代表する非常に大きな存在になっています。今まさにラベンダーの刈り取りが終わり、いや後ろにラベンダーの香りがたなびきます。右折をしてもう工場の中にあの箱を持っていくわけです。ラベンダーが今工場に到着、あの中にぎっしりと詰め込まれたラベンダー、それに蓋をして今から
なんていうのボイルというかね蒸します、これがボイラーがここにあるわけですけど、そこから出てきたこの水蒸気をラベンダーにギュッと通して、そして、一旦冷やした後ですね、これでもってあの蒸留する。蒸留っていうのは、ね、理科の実験で皆さんもあの水とエタノールをこう混ぜて、エタノールが70何度でしたっけ、それでこうどんどん空気気体になりますから、それであの水とエタノールを分離できるってねやったと思いますけど、まさにそれをやってですね、最終的にラベンダーのオイルを取り出すということをするんだそうです。この中で蒸されたラベンダー、それはもちろん油と水が混ざっているわけですが、それがこの管を通って、この冷却器の中に入ると。でこの中はね見ると管がぐるぐる巻いているように見えますが、多分そうなんだと思いますけれど、この中でよく冷やされて、そしてその後ここでやるのかな、あれかな、そこで水と、ラベンダーの油を分けるということをするようです。いい香りなんですが、ずっといるともしかしたら苦手な方は、頭がちょっとツンとしてくるかもしれない、そんな強いラベンダーの香りが漂っています。いい香りですけどね、ここに工場があるおかげでこの辺り一帯ラベンダーの匂いでいっぱいです。蒸留した蜜は香り付け用に250円から結構安く販売されています。言ったかどうかは忘れましたが、ファーム富田の入園料は無料ということになっています。ここで作っているもの、食べ物、化粧品、そういったものの売り上げでおそらく運営されているんでしょう。もしくはその買ってもらうために入園料を無料としているのかもしれません。今もう1時を回ってますが、お昼ご飯に当たるものはまだ食べていません。300円、ラベンダーバター、ジャガバターですけどね、ラベンダー味なかなかいいんじゃないですか。230円で通常のジャガバターもあります。もちろん、芋は北海道産男爵芋だそうです。大学に友達がいないもんで、いつも大学生協のぼっち席とか言われている窓際の一人で座れるところで食べてるんですが、今日もそんな感じ。うわ最悪、虫がいるよと思ったんですけど、そうじゃなくてね、これはあのラベンダーの花をパラッとかけてくれてるのかな。ラベンダーの香りが強く主張が激しいのではないかと思ったら、そんなことはなく、割とちょっと付け足しプラスアルファぐらいでね、これだったら全然、気になりませんって言ったらなんかラベンダーがまずいものみたいですけれど、無理なく、美味しくいただくことができます。いやちょっと普通の、あれと違う、なんだ、ジャガバターと違うなぐらいの楽しみです。あのケチくさい発言をして動画を面白くさせようという意図以外にもですね、本当にここ水が飲み放題なんですが、これで4杯ぐらい飲んでおいて、ここでなるべく水の消費を少なくしておこうと努めています。フードコート形式なんですけどね、夏は本当に水がどんどんなくなって、1日の、生活費の、5分の1ぐらいは水代とか下手するとなってしまいますので、本当に飲料に関しては注意して、足らぬように、しかし、高く買わないように気をつけなければいけません。ラベンダー畑駅から乗ったフラノビエノ6号は窓が全部開いています。全部開いてると言っても、ここの辺りは、ね、窓ガラス閉まってますんで、そんなに完全に開きっぱなしというわけではなく、やっぱり最近の傾向からかの安全対策がかなりしっかり取られているから、起こりそうなスリルとかそういったものはありません。またノロッコという名前で、ノロノロ走るということとトロッコ、それを掛け合わせた JR 北海道の造語なわけですけれど、そんなにスピードもものすごく出すというわけでもありません。この列車に乗る時間もまた大して長くなく、富良野からは次の目的地赤平に向かいます。終点の富良野駅にはノースレインボーエクスプレスが止まっていました。 JR 北海道のリゾート特急列車、2階建て車両の豪華な内容です。こっちにはクリスタルエクスプレス、2つも止まっています。こちらもまたリゾート特急、2階建て車両を見てください。下には個室もついています。この2つが両方とも止まってるっていうのはマニアには嬉しい光景なんで、ついつい撮っちゃいますが、やめましょうねこういうのはね。
そのローストビーフ丼がいくらするか調べてないんですが、観光地価格、まあ1000円はするだろうなと。実はあのお金に余裕がないわけではなくて、食べることもできるんですけれども、さっきジャガバターでママお腹が膨れたということと、それから今日はあの札幌の友達の家に泊めてもらうわけですが、あのやっぱりね、向こうだって仕事してね、忙しいところで私のこともこう面倒見て泊めてくれるわけですから、やっぱりお礼もしたく、夕飯ぐらいはね、ご馳走しようと思います。で、その夕飯のご馳走代はもちろん旅費から支出します。で、そうするとやっぱりここで私がローストビーフ丼をどっさり食べてお金ないからあんまり大したご馳走はできない、そういうのはね、ちょっとそれはあの人間の道に反していると思いますので、ローストビーフ丼は皆さんご紹介したいですが、諦めることにいたします。正確にはローストビーフ丼ともう一つ選択肢がありまして、やりたいこと、赤ビラへ行くこと。その赤ビラというのは石炭を昔たくさん産出していた町として非常に有名なんですが、そこへ行くにはですね、今度の列車と乗り継いでいくと、どうも友達の家にはそう簡単には行けない様子、遅くなって待たせてしまう。というわけで待たせないようにここに到着したこのバス、高速バス札幌行きですが、これに途中まで乗って赤ビラの停留所で降りたいと思います。赤ビラには普通の駅もありまして、その駅まで、青春18切符で行けばもちろんお金はかからないんですが、そうすると友達の家に着くのが遅くなっちゃうんですね。で、それに払うぐらいのお金はまあギリギリまだあるんですけど、そのバス代と、ローストビーフ丼が値段同じぐらいなんですよ。どっちかなと思うんですけども、若い時はね、知識に投資するというのがいいというのは私は普段の旅でずっと思ってきましたので、食べ物よりも、自分の行ったことないことで新しい学びを一つ得ようという考えから、ここは、ローストビーフではなく、高速バスに投資することにします。出発も今行きましたけどね、着きました。ここが赤ビラ市 JR 北海道赤ビラ駅です。なかなか立派だな。これ何階建てだ、 1,2,3,4,5,6 階ぐらい。1時間後の列車で滝川に向かいますが、とにかくここが赤ビラ駅のホーム。駅すごい立派ですけどね、でも昔はもっとこの街全体が立派でしたよ。この裏草原になってますが、もともとは全部線路がありました。相当大きくてですね、ここから貨物列車が出発していたのです。何を運んでいたか、石炭です。さっきもお話ししましたかね、ここはたくさん石炭を、運んでいたところだったんですが、昔1回だけだったそうですけれど、全国1位の貨物の出荷量を誇ったということもあります。日本の中で、第2位がね、大阪梅田駅だったらしいんですけれども、その大阪駅を越えて、大阪駅というか、大阪駅の目の前のこうね、にぎわってるところからバンバンこう、貨物運び出してる、それを抑えて堂々の1位、今やもうただの草原というわけですが、何を運び出していたかは石炭、言いましたね。急いでいたんで2回行っちゃいました。大事なことですから2度行ってもいいでしょう。おお、この田島庄司さんはいい建物だ。昔の石炭全盛の時代の赤ビラはきっとこういう建物がずらっと並んでいたに違いありません。北海道の特に昔炭鉱で栄えていた町に行くと、タイムカプセルのように保存された家を多く見ることができます。なんたって貨物の取扱量日本一位ですからね、半端じゃありませんよ。見てください、これ信号機にバッテンが打ってあります。信号機ではないかな、ここの機器もう使わないからこのような印を打っておくわけです。今から登っていくこの山ですが、ズリ山と呼ばれています。九州での呼び名はボタ山、人工的な山です。ただし人間が意図的に作ったというよりは結果的に作られたもの。何かというと、石炭を取るときに、石炭ではなく関係ないいらない石というのもたくさん取れてしまうわけですが、じゃあそれをどっか、投げて捨てとこうと、それで石をどんどん捨てていった結果、それが上にうず高く積まれ山になった、そのような場所です。現在はこのように木が生い茂っていますけれど、おそらくもともとはその石が大量に積まれた、そんな状態だったはずです。ところがね、 Google マップが最近の前輪との提供をやめて、地図がもうすごい精度が悪くなったんですよね。それで全然違うところに案内されて、山をやぶかき分けて登るみたいな感じになっちゃってしまったんで、走って登る羽目になった。こんな感じのところ行けって言うんですよ。行けるわけないじゃないですかね。で、Yahoo 地図で調べたら、そっちはちゃんと案内してくれそうです。お、ちょうど特急が通過していくのも見えますよ。ありました、ズリ山階段の案内。見るとですね、昔のここのズリ山の様子が出てますが、こんな状態だったんですね。雪が積もっています。で、この周辺はもうほとんどこんな線路だったみたいでして、ここも全部そうだったのかな。見るとこの一番手前のね、この建物らしき、これがですね、あそこに残ってるんですね。要するに廃墟というわけですが、
こちら側にもなくなった数々の施設と線路が大量に敷き詰められていて、さっき私が降り立った赤平駅はあそこですよ。そこからねこの辺まで全部線路と炭鉱関係のものだったのか、これもびっくりしますが、あそこにですねまたもう一つ別の廃墟があります。あれは廃墟というよりも、まあ、そのままあの解体もあまりにも巨大すぎてできないので残されているものなんですが、立て坑櫓、垂直に地下の炭鉱まで降りていくためのエレベーター的な施設でして、その地下なんと650メートルまであれは潜っていたということです。現在でも見学することができます。段数は777段、一段抜かしでいけば1本に2秒かけて登るとちょうど10分だということです。いやちょうどじゃないか。この階段の下まで走ってきたこともあって、すでにもう疲労困憊ですけども、この状態でこのボタ山について、ズリ山について簡単にご紹介します。まずどうやってこんなにうつ高く積んだのかということですが、この上の方までトロッコみたいなものを渡して、それ引っ張り上げて一番上のところでガバッとやっていたんだそうです。だから赤平市でどうだったか分かりませんけど、発展途上国で捨てられたタバコの紙を取って中のタバコを集めてもう一回詰めて売るっていう商売してる人いるじゃないですか。商売っていうか、お金なくてそうやってお金をなんとか手に入れて食いつないでる人がいると思うんですけど、あのボタ山ズリ山でもそういうことをやるのは結構昔は多かったようです。お金がなくてズリ山に落ちた質の悪い、基本的にもう業者がいらないと思って捨てたその石を拾ってきて自分の家の寒いところですから燃料にしたり、本当に大した価値にもならないのですけれども、それでも頑張ってお金に変えたりということをやっていた人たちがいたようです。このズリ山はかなり危険な場所だったそうです。まずこれ自体が、石炭の成分を含んでますから自然発火をして、それによって、この山火事、まあ、とんでもない、一つが燃える、もう何年も何十年も燃え続けるような大火事になったり、積み上げられた石が崩れて、日本問わず国内外で、街が丸々埋まって大量の人が亡くなるという崩落事故も起きました。それからこのズリ山自体がまあ小規模に崩れるときに、そこでステージを取りに来ていた人たち、お金のない人たちがその、ステージの落下に当たって衝撃をしてそれで死ぬということもあったようです。それはもう拾いに来る人たちの間では当たり前に分かっていることですから、だから上から落ちてくるのをかわす技術、そういったのも必要だったし、またいい少しでも成分が残っている石を拾うようにと命がけの石拾いの人たちの中でも競争があったようですよ。およそ10分で頂上まで来ました。念のためにと赤平駅で買ったポカリスエッタはほぼ全部なくなりました。もうあとは下るだけです。時間はありませんが少しずつ景色のご紹介。目の前下の方に見えているのが、赤平駅、これも駅の施設でしょうかね。手前の草原はかつて貨物船が伸びていた跡、あ、ここに貨物用の線路がちょっと残ってますね。昔の巨大座をちょっと伺わせます。そしてこれまっすぐ行ったところ、ここにですね別の炭鉱があったそうで、赤岩炭鉱というんだそうです。私はこれについては知りませんでしたが、その当時、炭鉱住宅、炭住というね、あの集合住宅みたいなのがあったんですけど、それの名残かそのまま使っているのか分かりませんが、それらしい建物がまだ残っています。多分人も住んでいたんでしょうね。であそこ川を渡ってくる橋は結構ね横幅が太いわけですが、これももしかしたらですが、もともとは炭鉱住宅、そして炭鉱から持ってきたあの石炭をですね、あの運搬した大型の自動車などをここに通して、そしてこの赤平駅へアクセスしやすくするための工夫だったのかもしれません。というかそうなんじゃないでしょうか。あ、よく見るとあれは駅前の大通りでもあったんですね。駅からまっすぐ伸びています。こちらが先ほどご紹介した地下650メートルまでのエレベーター、すごいですね。これね、こんな風な巻き上げ機を使ってぐるぐるぐるとやっていたわけです。今は地下への入り口はおそらくコンクリートか何かでもう埋めてしまっているはずで、もちろん降りることはできません。でも当時の建物がそのまま残ってるんですね。これは本当に時間をとって見学してみたかったです。その建て坑の周りにこのように家がいろいろと並んでいます。こっちもバーッと広がってますよね。こちらもまた炭鉱住宅の跡、昔はもっとビヤーっとですね低い家が、立ち並んでいたようです。こちらはまた別の住友赤平炭鉱、住友がこれを開発していました。あのもう昭和の時代とかになるとね、普通に、財閥というかあの民間企業の手によって、こういった炭鉱は運営されていたわけです。1994年の閉山です。それまではここで、人々が一応従事していたということになります。ここにあるこの小学校、これ小学校だと思うんですけど、これそうですよね、公立学校でしたが、もう平成25年に閉校したんですが、この学校の名前を、住友赤平小学校と言います。
すごいですね。公立学校なのに民間企業の名前がついてる小学校、北海道にはねそういうのがたくさんあったらしいんですけれども、まあ、この辺りの町全体がもう住友赤びら炭鉱の、まあ、なんていうんですか、作業員だったから、だからまあそういった名前になったのかもしれません。一山一家というふうにも言いまして、昔炭鉱の仕事はもう、この山を担う人たち全員が一つの家族のように、みんなで協力をし合っていたと言います。それもなんかこの町が北海道のこの大地の中で寄り集まっているのを見るとなんだかわかるような気がしますね。ちなみに向こうにはあちらまた別、芦別の炭鉱があります。芦別は三菱だったと思うんですけども、炭鉱もあるし、その、シンボルである観音様をここから確認することができます。じゃあもう急いで降りないといけません。あとね、15分ぐらいで列車が出ますんでね、こっから15分で行くんですよ。この赤城はまだずいぶん元気な方に見えましたけれど、北海道ではここからバスで行くこともできる宇多市内とかね、市なのに人口が3000人ぐらいしかいなくてですね、日本一人口の少ない市とかもこのすぐ近くにあるんですけれども、そういうふうに炭鉱が昔は、大にぎわいを予定していたけれど、どんどん人が減って、もう今では衰退の一途をたどるみたいなところが数多くあります。どうして日本の石炭がそんなに次々倒れていってしまったのか。今もうほとんど石炭産業というものはやられていないわけですが、それは石炭の需要がなくなったからというわけではありません。火力発電所で石炭はたくさん使っています。そしてまた石炭がなくなってしまったというわけでもありません。もちろん掘っていけば掘っていくほど地下深くまで掘らなければいけなくなるんですが、まだ石炭はあります。これは単純に外国から輸入した方が安くなってしまったからだということでして、グローバル化っていうのもねなんだかなというような気もやっぱりするんですよね。どうなんでしょうか。私も大学で勉強して、あんまりいい意味の言葉じゃないんだなというふうにね、なんか最近では思いがちなんですけど、もちろん良、かった点もあるはずです。さっきもあれですね、富良野ファーム富田、あそこでもね、もともと一度、ラベンダーの、菜園、それがもう、壊滅しかけたなんて話もしましたけれど、やっぱり海外といかに競争していくか、そして、もう自力でやっていくことが、無理になったならばその後どうするか、例えばこのような素晴らしい場所であれば、観光施設として生かすかとか、そういった考えが、いろいろと見込まれるのかなと思います。ただやっぱり同じようなことを考えるのは全国にたくさんあるわけでして、この赤びらはね本当に石炭観光に適したいいところだという話なんですけれども、もうちょっと見てみたかった、それができないのが残念ですが、やっぱり全国にそういうところがあると、どうしてそこなのか、そこにしか、その魅力はないのかとか、だんだん難しいことになってきてですね、やはり、観光の振興を、じゃあそこに今度また、改めて投資しようとしてもお客さんがあまり来てくれないということで、苦労をあえでいる自治体は本当に数多いと思われます。実際そういうところを本当にたくさん見てますからね。結局休めない、もうやっぱり時間がなかったので全力疾走フルしよう。まだ自分にこういう無茶のできる体力が残っていることに安心しながら走ります。滑るなこれ、危ない危ない。列車が来た来た、こっち側のホームで会ってくれよ。ここだった。駆け込み乗車しないようにしか見えないと思うんですけど、一応反対側に逆向きの列車が来るために少し早めに赤平駅に着いたようでして、時間には完全に間に合っています。結局なんか40分ぐらい走りながら山登るような、トレーニングになっちゃいましたけど、今日は午前1時起きなんですけどね、私今日はゆっくり友達の家で休ませてもらいます。今日めちゃくちゃ急いでいる、その理由も友達の家に着くのが遅くなると申し訳が立たないからですからね。早く着いた分寝させてもらおう。いや、右側のこの広大な敷地、これが全部赤びら駅の構内だったし、さっきの原っぱも全部炭鉱関係の施設だった。感慨深い光景ですよね。まだ右側に線路が伸びていて大きな駅だったこともよくお分かりいただけると思います。
まもなく滝川に着きます。この滝川からは函館本線に乗り換え、ちょうどやってきた岩見沢行き、この列車に乗って次の目的地が岩見沢、そのまま乗り換えて札幌へ行きます。滝川は函館本線と根室本線が分岐をする重要な鉄道の街でした。現在はそこまで鉄道が活況を呈してませんので、スペースはちょっと余りがちです。さっきの赤平駅と同じような状態です。滝川は大きい街ですが、ここには寄らず先を急ぎます。手元には余ったもうゴミですけどね、あの4つもペットボトルが、飲み物代だけでバカになられてさっき言いましたが、実際自分がその通りになっています。しかしこういう状態になると、やっぱりさっきフラのファーム富田で水を4杯も飲んでおいたのはやはり正解であったと、自分の旅のその慣れようにですね、我ながら感心する次第です。足はガクガクです。もう小鹿のようになってしまいました。まともに歩けませんが、明日はそんなにハードな工程じゃないから大丈夫。お待たせいたしました、撮影者南沢駅です。各駅に停車いたします。今日この辺りは道央空知総合振興局管内を通っています。今渡った川は空知川、この川の下の方に行くと炭鉱が数多くあるのです。川上の方かな。国土の7割だが8割が山と言われる日本の中では本当に得意な地域北海道、特にこの函館本線沿線はまっすぐな平野の上をただひたすら走っていきます。普通列車でもかなりの速さ。この向こうに国道が並行しています。南郷線、9号線だったかな。それはですね、ちょうど今この脇、日本で一番長い道路としての直線区間をずっとひた走っているところでして、鉄道もまた同じように一直線、道路とそれから鉄道と、まあ、同じような時期に北海道開拓の基礎として作られていったわけですが、本当にね、地図なんか見せてもあのどこまでもまっすぐなんで、いや、これは確かに開拓のしがいもあるよなと見ていても思います。岩見沢に到着。昔は石炭を運ぶ鉄道の町として非常に栄えていましたが、鉄道の町としてはもう昔ほどの規模ではなくなりました。なんだかもう毎度どこかでしたような話、念仏のように唱え続けることができます。現在の岩見沢市はその他にも札幌のベッドタウンとして発展しています。人口は一応増えてるんじゃなかったかな、減ってたかな。これはあとまた岩見沢の名物でありました万栄競馬。競馬なんですけど、あのバババババと走るのではなくて、割とポトポトポトとこうゆっくり走るような、これをつまり重いものをですね引っ張る、そういう、ちょっと特殊な競馬です。もう岩見沢では開催されなくなりましたが、帯広でまだ開催が続いています。この馬は結構古い木彫りだそうです。北海道は全般的に競走馬の産地として有名で、特に車台、明日通るかな通らないですかね、北海道の苫小牧の近くでは、競走馬が数多く生み出されていて、この間急逝しました、ディープインパクト、これもまた北海道生まれの馬です。もうここからは札幌の通勤圏、列車の本数も非常に多くなります。非常に多くて言ってもね、40分に1本とかなんですけど、北海道ではかなりの高頻度運転です。私の友達というのがですね、あの JR 北海道の駅で働いておりまして、あのこれからその駅行って友達が仕事を終わるのを待つんですね。それで多分その駅まではもう多分動画とかあんま撮らないと思いますから、いきなり次のシーンに変わるかもしれませんが、ご承知おきください。ドア横の開けるのボタンを押して、どう見てもタイマーですが、これで大朝です。ちょうど私の友達は緑の窓口でバンをしてましたんで、この先切符が必要なのがあったからね、そこであの売ってもらいました。この後大朝駅で食事しようということになっています。もうここは札幌市ではなく江別市なのかなと思うんですけど、あのこの周りもですね、いろいろと食べ物屋さんはあるそうです。この時間帯緑の窓口は暇なようで、まあ、そこでじゃあずっと、ね、ベラベラベラと喋ってもいいかなっていうような気もするんですが、まあ、それやると他のお客さんもいますんでね、駅の従業員としてはあの乗客と駅員がなんかベラベラタメ口で喋ってるの見たくないでしょうから、それはあの私ももちろん向こうもねちゃんとした駅員ですんで、そこは気をつけないといけません。人に世話になるときはもう金に糸目をつけずと思ってですね、赤字前提で焼肉でもおごると思ったんですが、大朝駅周辺にはないようです。なんかちょっとほっとしましたけどね。私の友達の仕事も終わりました。今日はですね、あの大朝駅で終わりにして、明日の朝札幌駅から始めることにします。だからこれ以上を、動画の中で移動するということはありません。まあ大した移動はしませんからね。この周辺にある飲食店は焼き鳥屋、
それから向こうラーメン、それともう一個がですね、ここにあるカレー屋時間でして、この辺りにはいろいろと大学とか高校とかがいっぱいあって学生街になっているので、大朝駅の乗客もその分だけ多いし、また安く大量に食べられるお店があるということで、私もですねぜひそういうところ今回のコンセプトに適合しております。というかもう今日1500円しか使えないことになってますんでね、大見切って焼肉をごろとかなんとか言いましたけど、非常にありがたい話です。じゃあそういうわけで今日はここまでにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。隣同士が論外だわ。